どうもオケツタンとイグです河本です一週間ぶりでございます <laughs> こんばんは、えー、お願いしますまあ、えー、一応冒頭でね、えー、触れとかなきゃというところもありますんで、うんえー、まあちょうど一週間ぐらい前ですかね、えー、ちょっとネットニュースになっておりました恋するアテンダーで僕がカップル成立という <laughs> すごいじゃないですかニュースが出てたと思うんですが <laughs>、はい、まあ実際番組上では あのカップル成立ということになったんですけど、うん、まあ言ってもあれねカップル成立っていう記事になっちゃうんですよどうしてもそこでの OK というかマッチング成功みたいなことなんですけどだからあれを見て。 あ彼女ができたんだってね思ってる人いるかもしれませんけどまあ本当にいい方だったんでこれからどうなるか分かりませんけど彼女がでできたとということではないというまあまあねそれは分かりますけど、えー、<laughs> いやいや結構勘違いして「彼女できたんですね」っていろいろ言われたんですけど <laughs> あそうやっぱネットニュースってそういうとこありますんでちょっとお騒がせしまして申し訳ございませんそれはちょっと勘違いされた方いるんじゃないですかそ,れ、ね、その報告だけ 何かんかんないですけど「m 1直後のブチラジってすごいネットニュースにされてたじゃないですかそうね何でもかんでも書き起こされてみたいなさすがにされなくなったじゃないですかでも前回のだけされてたんですよなんか気になって見てた人がいたんでしょうねだからその何かがねふむんじゃないんだよ みんな気遣ってくださってんですから、お前はもう感謝だけしとけよ本当に。いやいや本当に感謝というかね、ねすみませんしょと。本当にね。ねお騒がせしましたね。<laughs> いやーみんなね気遣ってやってくれてるんです。私には,は言いませんけどね。偉そうにすんなお前が。<laughs> えー、<laughs> まあまああのー、そういうこともありますんでね。うんえー、引き続きよろしくお願いしますということなんですけど、うん、一応これだけ言っときますけど、はい、あのー。 まあ名誉のためというか、まあ名誉のために言ってきますけど。うん、ラビットで、うん、あのお風呂に入るアルピさんとの企画あったじゃないですか。うん、あれは、リアルに僕にしかオファー来てないですから、もともと。<laughs> いやいや、違う違う。実力。ことは違うんだよ。 実力で呼ばれてないんだよ普通に。あれをお前はあれは一応あのことていただいた違うんだよ。ちょっと諸事情があのって思ってる人からこれだけ本当に言いたかったんだよ。呼ばれてないからだからこれありがとうな。変わんだよ。頑張ってないんで。本当にあのスキルがないから呼ばれてないんだよああいう結構ゴリゴリのお笑い企画だったから。ありがとうな。違うんだよ。だからこれ言ってきますよ。こっからも僕一人の番組おそらくあるでしょうよ。その時にごめんなあの剣でとかなるけど違いますよ。スキルです。ごめんごめんいやいやじゃないんだよ。 そのどういう意で？スキルです。でいやいやスキル。スキルです。いやいやス,キスキルなんで本当に。スキルです。あのラビットに関して M1 より前に決まってましたからね。だって全然 M1 より前にお前が呼ばれるわけないんだからそもそも。<laughs> だからこっからもありますからね。言っときますよ。僕一人で出てるとき変な詮索しないでください。違いますから。<laughs> あのお笑いの話ですから。まあそうですよ。スキルですよね。いやだからそうそうだよ。だいやいやだからそうそうそうですよ。でありがとうなんじゃないんだよな。やめて <laughs> なんでカバー悪かばわなきゃいけないかばいたかねえんだよこっちはかばおきなんかさらさらないんだから別にえー、まあ本当にすみませんねおさらさんいろいろ心配してくれたりとか、ねうん、まあ言ったら他の芸人さんとかね、うん、周りの人はいろいろずっと気遣っててくれたわけですからねそれからもう感謝の気持ち忘れずねもちろん感謝もしてますしね、えー、みんなのねあのーうん、言っちゃいけないことは言わないようにしておいてね言っていきましょうありがとうございました皆さんね,ねまああの我々の活動で言いますと、はい、えー、特に この2週くらいいろいろ全国飛び回ってる感じでいや行きましたねあっちこっちねあんまりこう家にいないようなね感じだったんですけど、うん、まあ引き続き「M‐1」ツアーもあって、うん、で福岡行かしてもらったじゃないですか、うん、でその福岡行って前回からしれんことの話もしましたけど、うん、また合間の時間に、うん、せっかくならラーメン食べたいじゃないですかね 豪華博多行ったな。やっぱ違いますからね。そうそうでまた僕らが一番最後だからみんないなくなるからあの事前にちょっと本当に今回馬鹿しら待っといてくれっていうことであの旧の清水さん結構あくからね。そうそう清水さんと真空ジェシカが初めて円満ついたからえガク真空ジェシカのガクとであと令和ロマンのあいつね令和ロマンのあいつ煙車 車買い煙か車車どういうやつなんだよ <laughs> 車買いじゃないんだよ。であの4人で、うん、まあで結構いろいろ地元の人に聞いてとかなんか調べといてくれて、うん、美味しいとこがあるっていうことで行ったんですよ。うん、まああの本当においしくて、うん、これはすごいわと思って全然違うでもねあのめちゃくちゃこってりとかじゃなくてそのお店独自の美味しさというか、うん、単純にラーメン屋としての しいいみたなそうそうそうだったんですけどその店主の方がまあ男性の方と女性の方ご夫婦なのか分かんないですけど信じられないぐらい話しかけてきて全然いいんですけど気づいてくださって「おお何してんの?」みたいなあちょうどあそこでライブで」みたいなったら「いやここ誰々も来たんだよお前」みたいなって「あそうなんですか?」誰も来たしとにかく来た人 羅列していくだけの時間がずっと続いてそのきついなであの食べるのとかもちょっと邪魔してくるというかそのもう届いてんのにずっと家誰々も来て誰々も来たからねであの人も来たあの人も来たでもこうなっとって行きづらいじゃないですかでもあまりにもだからもう食べだしたんですよめっちゃうまいからうわ美味しいですねとか言っても いやそれ誰々も来てととかいいややそれはのの味話してくよもうちょっ誰々も来て誰も来たんですよってずっとなんでそんなでマウントをいやマウントっていうか自慢したいんかなそのな自慢っていうか仲間でしょみたいな感じなんでしょうけど芸人さん芸人さんの名前だけ言うんですよずっと芸人って分かってるからだからこれもしかしたらミュージシャンの人が言ったらミュージシャンバージョンもあるんじゃないかと思ってだっておかしいじゃないですか芸人ばっかりのそう 芸人だけけをずーっと言い続てでその店主の男の人が男性の人が言ってた普通奥さん的な人が、うん「ちょっともうあんたやめなさいよ」ってなると思ったらその奥さんも「そうなのよ誰々も来たのよ」みたいなその <laughs> な同じ方向向向いてずーっとずーっと誰々も来て誰々も来て最近来なくなったけどねみたいなこれ言うからだろうと思ってその。<laughs> <laughs> そこのスタンスだからだろうと思って <laughs> あんまりねどうでもいいというかねそのまあでも言ってしまえばまあねなんて言ったらいいかわかんないですね、うん、その大御所の名前出されても我々でもどうしようもいいはええけどないやでもすごかったですまあ本当においしいし<ー>でお客さん2人女性の方が1人ずつ別々でいてどうや、ん、ら 1>, 1人はその m ワ1ツアー1部を見た人でもう1人は2部をこれから見に行きますみたいな人で。うんえー だってもう一緒になんか写真撮ろうみたいになってなんかそのもう元気だからそのお母さんも一緒にねお笑い好きなんだからみたいなって結構その二人も仲良くなったというか一緒に別々で来た二人なのにハート型お互いハート型で撮り出したそのお母さんが「えそんなんでええの?」みたいなそのお前がくっつけたんだろうと思ってそれ。でまあまあそういうのもあってでお店の方とも写真撮ってでありがとう出したら本当においしかったしいやすごいないいお店だなと思ってその後 あのツ,イツイートしてくれててそのお店が、うんあのあ「ツイートしてくれてる井口さん来ました」みたいな、うん、ツイートしてくれたんですけど、うん、なぜかその自分たちが写ったやつじゃなくお客さんが写ったやつ写真でを顔を隠して使っててどういう意味なんだろうと思ってた <laughs> うどういう意味かわかんないですその自分が写るタイプだと思われたくないとか,か分かんないですけどお,お客さんのちゃんと隠してるんですよもちろん顔は。うんうん、でもそれを使うって意味わかんないでしょよく。うん でもウエストランドが来てくれましたって書いてある僕らも写ってるんです僕らとお客さんが写ってるのを載せて意味わかんないですそれあっじゃ自分ら出るの嫌だったのかといやいやにかといって食べに来たお客さん出すのよくわかんないでしょまあねあんま用もないしなまあでもその隠してはいましたからね顔は一応ねで本当においしかったいやもうだからそれ食べてまああの福岡はね帰ったんですけど その後今週末というか先週末か <うん S 1> えガンバ大阪のね,あーそうねホームゲームの開幕戦に呼んでいただきまして <うん S 1> いやーありがたかったですねもうスタジアムほんとすごいしいやもう規模が全然違うねやっぱりねもう J1 のビッグクラブですから <うん S 1> でホーム開幕戦ということで <うん S 1> たくさん人もいてそうねであの最初僕ら野外のステージでネタやらせてもらったんですけど <うん S 1> 本当にたくさん集まってくれて <ねえ S 1> いやだって言ったらね 1> m 1って関東と関西で倍近く視聴率違うっていう、うん、やっぱ関西って漫才の熱ほんとすごいからすごいすごいすごいあったかいじゃないですか関西の人って僕らにもこう「あウエストランドや!」みたいなのっ言ってくれてめちゃくちゃ集まってくれたんですけど、うん、あの椅子の席があって後ろにこう立ち見でみんなバーっているんですけどな、うんこれでか分かんないですけど。 とだから全部でわかんない、うん、僕らを見てくれてるざっくり遠くまで出たら多分何百とか1,000人とかいると思うんですけど。 椅子はマジで二十個ぐらいしかないですからね。そうね、四かける五ぐらい。<laughs> どうなってんだよ。でもう広大なスペース。で柵の外には百ぐらい。何 <laughs> 百人もいて。でそのポツンと中に二十。<laughs> 恥ずかしいんからあの中の人もっていうね。<laughs> そういう意味これ。うう意味が終始わかんないです、うん、あれもう。でその何がすごいってあの日気温グッと下がってたんですけど、うん、あのもうこれびっくりしたんですけど、まあ気温低いものの結構天気は良くて日差しがあればあっかったんですけど。うん、そうね。 僕らららがが漫才やっってるだかかあれが8分ぐらいやったのかな、うん、その最中だけ雪降ってましたからね「<laughs> <で> <laughs> 雪降ってきた!」って言った,ったらパーって腫れてめち,ゃめちゃあったか,いかくなりましたけどいやいやもうそれもあんなね雪降る中でもたくさん見てですよその後ピッチに入ってそこでも漫才やらせてもらいましたから、ね、いやありがたい限りですしでツイッターでも言ったんですけどその後ね、うん、僕らが結構上の席で見させていただいたんですけどとこで、ね、その隣にあの日本代表の森保監督が視察に そうそうそう来られてるみたいになって、でもさす僕なんてサッカー大好きだから逆にその正域みたいなもんだし、いやいやあれもう全国民がビビるやっぱり、だから別にもう現監督ですからね、そうそうもうもうあんな大活躍した、そうなんですよ日本代表、もうもうもう別にそこはそこでみたいな感じでってけどあの。 ガンバの方とかがご挨拶しますことも今行けますよみたいなって、うん、マジで本当かそのマジでお前頼むぞっていうかそのそ,うそ,うそれ大丈夫かと思ってよ<そ>僕も通じてんだろうな話はみたいな <laughs>、ね、ほんま頼むぞだって<分>どこの馬の骨か分かんない人が一踏まえとはいえ、うん、視察で真剣な話を仕事ですよ言うたらもう一番大事な仕事の前に 来てなみたいになったら本当に最悪じゃないですか、うん、でたむず本当だろうなと思う変に名前とか覚えられた人間とかないろいろそうそう言ってこう一応すいませんしてしますみたいな言ったらああど,どうもみたいな目そう。やっぱね森保監督って僕もずっと言ってるんですけど、うん、当然先日とかその辺の素晴らしさあるのはもちろんのこと、うん、やっぱり日本代表なんてトップ中のトップの超エリート集団なわけじゃないですか、うん、そりゃみんなプライドもあるし、うん 一つにまとめるのってやっぱ大変なんですよ、うん、だけどあの人ってこうみんなこの人のために頑張ろうって思わせるような男気とか気遣いとかがある監督だなって思ってたしそう言われてるんですけど、うん、一瞬でやっぱとりこになりますよね,ねああ見てますよみたいな言ってくださって見てますよってっいやいやお見合いのやつ見ましたって恋するアテンダー見てたんだから森保監督すごいよななんで森保監督恋するアテンダー見てんだよ <laughs> あ人間なんだなと思ってた <laughs> いやそうそうそう、まあ、なんかねそ,<う>それぐらいの僕らからしたら感じですからねそうそう でだからそこで「あのお見合いのやつ見ましたよ」って番組をこう言ってくれるところがやっぱ気遣いがすごいじゃないですか,<ー>なんかざっくり見ましたとかじゃなくちゃんと見て見合その時に言ってくれてねであのどさくさでというかね「ちょっと写真いいですか?」みたいなんであの写真撮ってもらったら森保監督「ちょっとこれあの僕にも送ってくださいよ」みたいな気遣いそのもういらないじゃないですか僕らとの写真なんかってったたい,いにだけどそう言ってくださって。 いやー優しい限りでね、うん、流ですよ、ね、全てが、ね、いやーもう一瞬で好きになりましたよ、うん、で貴重な経験でしたしただ一個気になるというかほ、うんとにこれいいのかっていうのは、うん、まあガンバのスタジアム僕ら一番いい席とか上のとこのまあいったら個室みたいなところで見させてもらったじゃないですか、うん、で隣が、あのー、森保監督とか、まあ、七海さん大岩さんっていうサッカー協会の、うん、もう日本代表の視察で来てる人だったんですけど。 まあここがそのセンターハーフというか真ん中だとするじゃないですか、うん、僕らの席、うん、ど真ん中だったじゃないですか <laughs> 監督ちょっと横なんだよそのそだあれその監督真ん中の方がいいだろうとうなんかちょ別に見やすいよほんとにどこでも見やすいけど。ほぼ変わらんよ隣の部屋じゃなでも ど真ん中がんでもマジでセンターラインだな僕らのとこが一番真ん中でしたから <laughs> 王様の席だった,たそう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 いいのかなと,と森保監督そっちでいいかなみたいな、うん、ちょっとそこが気になりましたけどそうね本当にで結局ねそのサッカー協会の方も写真のしてくださいですねスノ載してくださいみたいな感じで言ってくださって、うん、オッケーで,で,、ね、であの言ったら翌日僕らはファジアーノの開幕戦にも行くっていうまあ結構ね どうなんだって思う人もいるかもしれませんけど、うん、みんなあの J リーグ全体盛り上げてくださいみたいな感じでしたし、うん、ガンバの方もマネージャーさんに「あのこのあとあしたファジアーノ盛り上げて J リーグ全体盛り上げられるよう応援してます」みたいな言ってが広いいねみんなガいやーガンバ大阪さんにも非常にお世話になりまして、うん、でその後 これも告知がちょっとできなかったんですけど、うん、そのイベントの正質上、うん、鶴瓶師匠の音楽の会に出させていただきましてこれもずっとやってるんですけど、うん、本当にあのこれもプレミアチケットというか50人しかいないいななな、ね、入れんんですすよよ箱ね稽古場でねそもとあ,、ね、あの師匠の師匠のお住まいだったとか、ね、を寄席みたいなして、うん、一応やってるところなんでもう当然配信とかもないし。うん っていうので,で、ゲストは一応毎回公表せずで、うん、で歴代のを見るとさんまさん、うん、タモリさん爆笑問題さんも出られてますしあいみょんとか、うん、スピッツとかそういう人が出てるわけじゃないですか。うん、で超激戦は何十倍もの倍率のチケットだから、まあ、鶴瓶師匠のトーク聞きたいなと思って応募し続けても、うん、まあ当たらないわけですよ。 やっと当たったっていう人も多分今回初めて今まで何回も送ってもらったのにやっと初めて当たったっていう人もいるわけじゃないですか過去の見たさんまさんタモリさんとかでうん、うん、だって自分がじゃあ、うん、50回送ってやっと1回当選した時に、うん、ゲストが、うん、なんか訳わかんないやつだったら最悪じゃないですか最悪だな正直。<laughs> 師匠は見ろよ別にああ。<laughs> その恐怖で僕らもその大丈夫かなっていうい似顔も重すぎたな、ね、始まるまでは大丈夫かなと思ったけど、まあ、大阪の方々とやっぱ優しくね、うん、受け入れてくださいましてありがたい限りでしたよね,ねだからこればっかりはね事前出るとは言えないし何ともしようがないんですが師匠ももうまあほんまに忙しい日だったわけですよ今日、まあ、は大変でしたね,ね通夜の前日でしたから、ね、でもやっぱ もう相変わらずのねもうそういう話も全部お笑いにしてこう,う、ね、面白くしてましたしね我々もたくさんお世話になりましたんでまたどっかでね、はい、ご一緒させていただければと思いますねそで,すねでその後、えー、要は次の日岡山ファジアの岡山行かせていただきまして、はい、こちらもたくさん集まっていただいてスタジアム自体はね、うん、でステージの方にもたくさん来ていただいてありがとうございました,したこちらも大盛,り上がり大盛り上がりだったんで、うん、ちょっとね、あのー、試合は引き分けだったんですけど、うん、まあ我々がイベントやったら 負けないといとうのはまだ続いてますから、ね、まあガンバもこれは同じで負けてはないんでね、うんえー、これからもねいろんなところを行って盛り上げていけたらと思います、はい、えー、また J リーグの方もね盛り上げていきたいと思いますしちょっとね日本サッカー協会の方もね、えー、ここからまた何かあればねメシを <laughs> 交換しましたんでねと <laughs>、えー、ったぞって言ってましたから、ね、マネージャー <laughs> いやそこまで言うないやらしいなと思うな <laughs> でも本当にね僕が前に あの日本サッカー協会のノートっていうブログみたいなやつに記事を書かせてもらったことがああここでも話したことあると思うけどあったんですけど、うん、まあ言ったらいろいろある中の一個の僕からしたらありがたいですけどあっちからしたら。 思うけどマネーーージャさんんが連絡ししたたたたら以前ノトでもお世話にななりまみい覚えとっすごいやっぱねああいうところにしてもいい人しかいないんだから律儀だしよく覚えてるっていうねそのいやそれが本当にありがたいですから本当に何でもファジアーノももちろんですけど何でもやらせていただきますんでねちなみにあのその時いたうちのマネージャーはファジアーノに元いた選手の弟なんですそう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 あまり言うたらあれまあ別に大丈夫言ってもいいけどね <laughs> こ <れは S 2> ファジアーノの方の YouTube で話はしてるんでそっち見てほしいんですけど一、うん、つだけ言っとくと、うんまあ、ファジアーノさんのお仕事させてもらった時に実はマネージャーがあの元選手の,あの弟なんですよみたいなの言ったら、うん、えっ あのおにぎりを勝手に捨てたらブチ切れたでおなじみのみたいな <laughs> どういうエピソードと、うんね、プレーとかじゃない先週時代そのマネージャーのお兄さんがね <laughs> かあの置いてあったおにぎりもう賞味期限切れてるから捨てていいだろうと思って捨てたらブチ切れたっていう、うん、あの温厚なあのそれからファジアーノの歴史でずっと語りつかれてるらしいですから <laughs> でおなじみの人だっ,<笑><笑>ちょっとそれはファジアーノの方の YouTube で多分上がると思いますんで,ああです、ね、ぜひ見てください、はい、よろしくお願いします、はい、えー、それではそろそろ行きましょうウエストランドのブチラジ 今日のブチラジまずはこのコーナーからです普たのコーナー,、えー普通のお便りを送ってもらってますブチラジネーム月曜に速攻ゲトリマル <laughs> なんだこれブチラジの皆様こんばんは、はい、はっきり言って怒ってます何？ウエストランドの片方に前回のブチラジで触れてくるなと思って注視していたのですが触れてくれるかなと思って注視していたのですが、うん、スルーだったのでちょっと片すかしを食らった気分でした、うん、信じていたのに裏切られたそんな気持ちでいっぱいです、うん、そうです ついに井口さんがアベマの番組恋するアテンダーに素敵な女性とカップル成立したのです。話してよそれは何なんですか井口さんは俺たちの独身無職ソルジャーの取締役じゃなかったんですか。とにかくお世話にて。間違えてしてるんでこれだ本当に。だからあのまあこっからどうなるか本当にわかんないですけどまあ連絡先を交換してこれからってことでしょそういうことですからまあ,あ本当に。かるだそれぐらい。 いや、偉そうにすんのお前は今週はどこにいやわかるだろこれいややめとけようり悪いなあちょっと考えればわかるのり悪いななこれいやいやもうやめてくれよなんか草津 <laughs> 芸風とか他ないやいやあの別にここに限らず全部の番組で<え>もう草津芸風やめてくれよお前みたいなもんがこれがウエストラントだろだから違うんだよ違うしその言い方ももう違うし <laughs> 言い方も違うし <laughs> いやだからあのー、もし何かあったらねまた言いますからその相手めちゃくちゃねいい人で気使ってくれてたからねあそうなんだただ本当に単純に飲み行く時間もないからまあねあもうどうしようもないんだよもう,しょうがないない昨日もうだから結局「マルコ・ポロリ」の収録あってランジャタイと、うんあのー、高野と僕と、うんあのー、三助さん、うん、うまくいくわけないだろこんなメンバーでみたいな <laughs> メンバーで最悪のメンバーですからね。うん それで飲みに行って、うん、まあ内容はもう「マルコ・ポロリ」本編見ていただきたいんですけど、うん、結局終わってからちょっと新大阪でまあだからわずかある時間なんで三助と過ごさなきゃいけないんだとは思ったけど別に飲んでランジャタイと飲んで、うん、でじゃあもう帰るかなって会計ランジャタイがいや今回、まあ、ランジャタイの会だったし、うん、まあ出すよって言って三助さんが一番先輩ですからね、うん、本当はね本当にあのテーブルに頭こすりつけるぐらい頭下げてましたけど、ね、<laughs> 見てらんねえよあんなやつ <laughs> もう三助さんと飲んでる場合じゃない本当に。うん 「うん、ブチラジネーム4人兄弟の国際人間」はい「金スマのタイタンスペシャル」見ましたああそうそうありがとうございましたやっぱりめちゃくちゃ言われますよねめちゃくちゃ言われるだからいろいろ関係者にもそうです、ね、そうそう今回いろんなとこ行かしてもらいましたけどガンバのとこあるっつっても「金スマ見たねーみたいなのいっぱい言われましたから「タイタ」の魅力が詰まったこの世で最高の神回でした「うんうん、ソルジャー」としては太田さんからのアドバイスが最近 VTR になっていたのも最高でしためちゃくちゃになってたけどな最後の方、うん、実は2014年の「ブチラジシャープ106」では 井口さんは新年会「で大さんがアドバイスをくれたでもこれはあえてここでは言わないようにして結果が出た時にいい話風にして話す、うん」と宣言していたのを覚えていますかしたしたこれそう考えたら相当すごいですよね。M−1 で優勝して話すってすごいとんでもなくかっこいいじゃないですか。<laughs> <laughs> 言うなよシャープ106から565まで結果出なかったんだ逆に言うと <laughs> いやでももうかかったな結果出るまでは結果出したよこれもう申し分ない結果出したわけだ、ね、m 1 2 0 2 0ぐらいじゃ言わなかったってことですからねるべき時に話して。 ああやってねスペシャルの回で再現部位になったわけです。いや、459回ぐらいかかってますよね。その、うん、ここまでね。まあまあでも19週かかっていいよ週で言わなくても。いやいいところで言えましたよ。何人生まれとるか、はい、お前。うん、9年。お湯例える。<laughs> 全然ピンとこねえ、なんかもうピンとかずれまくってなんか全然なんか嫌だよそんな例え。<laughs> いやいやハクイ縛られてもいや歯食いクイ縛られても許さないそんなの。 9年の月日が減って、まあ、経ってたってな9年ね経ってやっと話すべき時が来たのだと思うと考えてなかったです「ウエ、うん、ストランド m i 1優勝してくれてありがとうと」だからねまあ一番いいタイミングで出したら「タイタン特集」もやっていただいてありがたいですけど、うん、なんかねその、まあ、事件を起こすもう本当あんなインタビューでも言ってないのに「無理くり口チンランド事件」にこう。 まあね、社長の采配っていうのはあるけど、うん、そういうことじゃないしあとそのまあ、お父さんとお母さんと僕は勝手に思ってますからねみたいな、うん、まあ本当にそうだし僕は常々そう言ってますけど、うん、だんだんそれがなんか東京の両親みたいになってうんみたいになって、うん、なんか東京のお父さんみたいなかなって、うん、東京の親父。 東京の親父みたいな、<laughs> なんか、どういう構成だった、ね。再現部位がふざけ。ふざけ出したの、最後の方。ね、途中でなんか、飽きたのか知らないけど。<laughs> 途中でふざけ出したんだよ。親父って言っください。そうそう、親父とか。北島ファミリー。<laughs> なってましたからね。で、まあ、本当に、東京のお父さん、お母さんだと思ってるからこそ。前半の慣れそめ、こっちも気まずいし、ね、なんか、その。そうだよな。どういう顔しても<う>。いね、まさに、その感じだったから。<laughs> 下ネタじゃないけど、出会い、ねね。でも、その、太田さんが丁寧に。そとかもう、ちょっともう恥ずかしかった、ね。が <laughs> <laughs>、ど、ど。<laughs> で僕らが出てくるパートじゃないから喋ることもないしいで社長が社,社長は社長でなもうなんかその、まあ、か <laughs> で田中さんは田中さんでその僕の隣田中さんだったんですけどそ放送ちょっとまだオンエア確認できてないんであれですけどその V 中にその爆笑問題「決タイタン」決戦みたいな時にあったじゃないですか、うん、そこで話してる時に。 居酒屋いるけどお酒飲まないからねみたいな。そう言って。もういいだろそんな当店も。違う <laughs> 違うぞこれみたいななんかもう。もう酒飲んでるぞ俺ら。<laughs> 飲まないのいいなみたいなその。当店目よ。謝れまれマジで。そう。<laughs> 泣きたいのにな。<laughs> にな <laughs> うん。もうここまで来どんのに。<laughs> でもお酒。う,うわうるせえ。<laughs> うるせえって言うな。えー、以上ですかね。えー、以上ふつおたのコーナーでした。続いては。 そんなことあります、えー、そんなことありますというそのような本当の話を送ってきてもらってます、はい、えー、ブチラジネームのれんにたいあたり <laughs> ちょっといいですねこれはねこれはいいですねのれんにたいあたり意味ないからファサーだから <laughs> えー、井口さん甲本さんスタッフの皆さんこんばんは、はい、ウエストランドの二人がテレビに出ていると一歳の息子が井口さんのことをなぜかパパパパと呼んで大喜びするのでいつも微笑ましく見守っていますしかし甲本さんが映った途端 積み木を持ってこのままではいつかテレビが壊れてしまいそうなのでモツ <laughs> さんが出ている番組は息子が寝ている時にしか見られなくなりましたそ何な,なんだろうな,なんかでも気づいたんじゃないやっぱ子供ならではのすごい子供じゃが <laughs> すごいだから正解をこうね本当の本質を見れる子供なんだろうな、うん、でも本質でなんで僕はパパなんだよ <laughs> パパじゃないから別にいやパパに通じるもんがあるんじゃないなんか どういうことだよ偉大さみたいなああそういう尊敬のみたいなまあ一歳だからねパパぐらいしか尊敬の言葉がないかもしれないですからねもうすぐあのもうちょっと我慢してくれたらいつでもテレビ見れるようになります <laughs> <laughs> でなくなりますからねか積,積み木汚かなくなりますからね年代目的スキルでねスキルでスキルで本当にスキルスキルなんで本当にねじゃあ,ありがとうなんじゃね。<laughs> かばってねえわそれ。あとスキルで出られなくならないでくれそうな。頑張れあと。<laughs> スキルはえ会っていう話そうそうそうなってくるから。<laughs> それだったらもう意味がない。そうスキルありがとうなんてないんだよそ。そのおかしいんだよよく考えたら。かまスキルじゃねえわにしてくれないとそのスキルはいいのかよってなっちゃうからスキルで出れないのは別にいいけどってなっちゃうから。<laughs> 違うんだよそれも。それは積み木で殴られればそんなやつ。<laughs> ええぶちラジネームマキクサ。M1 にどっぷりハマった5歳の息子が。 お母さんに怒られると、「やめてくれ!」を連呼するようになりました。<laughs> <の>そんなことありますすごいな、影響力まあ、このね、巻草自体が見てるからやっぱ覚えるんでしょうね。うん、えー、ブチダジネーム、便所コオロギ。最低じゃな、えー。ランドセルを背負った小学生が、微糖の缶コーヒーを飲みながら投稿していました。<laughs> <laughs> そんなことあります なな、なんんかかか面白いいいこれららの別にねねええうううでででも飲だだだだっっちしコーーーヒ小学生たたをててけすとネム、配達員私は安全運転をしていますというステッカーが貼ってある車が後ろもサイドもボコボコにへこんでいて傷だらけでしたそんなことあります なんなんだろうなもう恥ずかしいだろうあるな落語みたいなやつ、えー、ブチラジネームパンダか仮面落ちえー、井口さん小本さんおはこんばんちんちんあれこいつ、えっと、先日へをこいたのですが <laughs> 報告せんねそのへの音というのがパオーンという音でまるで生まれたてのゾウの赤ちゃんのようなまだ野生の厳しさを知らない過細くしかし希望に満ち溢れたような<何>そんな音でした <laughs> あらと思った私は 自分のお尻を振り返りましたがそこに象の赤ちゃんはおりませんでしたのでそれはもう心にぽっかりと穴が開いたような気分になりましたそんなことありますこんなコーナーじゃねえよ <laughs> <う>何をずっと全然意味わかんないしのやめてくれよもう。どうしようもない貞政のなんか <laughs> しょぼい版貞節のなんか <laughs> 貞節みたいに入れてくるんだよいがいが <laughs> 貞節のしょうもない話送ってくるコーナーじゃないから しょうもないさサダブシで送ってくるなのサダブシって言うなお前いやサダブシだろもうサダブシってなんだいやいやまだ野生の厳しさじゃないかかぼそくしかし希望に満ちたようなみたいな, <laughs> なぽいけどな送ってくるのサダブシでサダブシってなんだのサダブシで送ってくるコーナーじゃありません え以上「そんなことあります」のコーナーでした、はい、さあエンディングいきましょうブチアジア YouTube とポッドキャストとオーディオブック .jp の希望大プランで配信しています、えー、今回のオーディオブック特別編は消した方がいいですよのコーナーを行いたいと思います<ー>えブチアジアディスコードもやってますんでえ概要欄のリンクからあれ,、ね、あれも消した方がいいですよのコーナーい,いやいいよボケんなよお前が <laughs> そんなことでいろんな意味でね <laughs> うんあとスキルで消え できますようになるかもしれないですからね。あスキルな。なスキルだよ。だから違うんでそれも。<laughs> 粘れよ、スキルは。伸ばせ。スキルは伸ばせ。消すもんと伸ばすもんがあんだよ、お前には。王 <laughs> <お>王じゃねえんだよ。王なんか言うな、お前が。<laughs> 絶対に王なんか言うね。だから本当に、あのー、こっからね。うん もう、まあまあいいかあのこんなに話題にならないんだっていうぐらいになってないんですよ <laughs> <laughs>、はい、いうのももう暴ばかられますんであ,、ねうん、あの、今日今月のお笑いっていう飯塚さんとやってるナタリーのやつやってましたけど、うん、やっぱそのなんかやっぱ全然盛り上がらないです。その話ももう全然しなかったんですその話は <laughs> 話題になってないんですよ。 お前が言うなよ、うしょういいんだよということでね、えー、引き続きいろんな番組出させていただいておりますんで、はいえー、TVer とかそういう見逃し配信も含めて是非是非見てくださいよろしくお願いします,しますウエストランドのブチラジ今週はここまでまた来週さようならありがとうございました。